はいどうも皆さんこんにちは、おちていまおちです。ブラックです。ということで今回もセイフトボール潜入さんアプリもやっていこうと思うんですが、今回はこちら若手有能ガチャですね、ヤングスターということで来てるんで、こちらの当たりランキングですねやっていこうかなというふうに思います。まず第6位はこちらクンデですね。クンデがレベル21で来たということで、今までのねクンデの中でもですね育つクンデなのかな、ボールダッシュが結構強化されているクンデですね。でまあレベルがですね最大レベルこんな感じなんですよね、まあ、センターバックでもねぶっちゃけこの能力だと使っていけんのかな、まあ、ただおもちゃ DB が育成するんだってやっぱクンデっていうとサイドバック育成が一番いいのかなって感じはするんで、大体こんな感じでね育成した方がまあいいかなって感じはします。使うんだってやっぱサイドバックなのかなって感じはしますね。はい、ということで第5位はこちらドンナルンマですね。ドンナルンマで言うと、イタリアの、ね、CS のドンナルンマが以前来ていて、そっちがレベルが21でそっちの方が強いかな、今回のドンナルンマより。ただまあそんなめっちゃ初期値変わるわけではなかったんで、うん、まあ、普通にこのドンナルンマでもやれるかなって感じはしますね。イタリアの CS のドンナルンマのみだったんですよね。だからまあ結構レア度もあるんじゃないかなってことで、まあ間違いなく攻撃的な意見の中でだったら、最強のゴールキーパーと言って間違いないと思うし、コンディションの波も小さいなんで、まあ、今の環境普通に C 環境でも使っていうことできるんで、まあ、持ってない人とかからすれば、まあ、かなり大当たりになるかなっていうふうに思いますね。デリフトですね。でこのデリフトに関しても今回のデリフトっていうのはディフェンスセンスが結構高いですね、うん、でいろいろシーズンでも過去にかなり来てますね。バイルの直近のやつだとレベルが20で来てたりとか、まあ、そのデリフトと比べて今回ディフェンスセンスとかやっぱ守備意識ってとか高かったり、ただ、まあ、やっぱ瞬発とかフィジカルっていうのは若干やっぱり低い、まあ、ディフェンスセンスがやっぱり強化されてるっていうのは結構いいかな。あと守備意識の部分もね、やっぱ今スタミナがシビアな環境で守備意識がちょっと低かったりとか、スタミナが低いと、ちょっと、ね、影響出てきちゃう。まあ、ここら辺の強化ありがたかったかな。これワンタッチパスがなくなってるということで、まあ、ちょっとここの部分はマイナスかなって感じはしますね、まあ、ただ能力とかは普通に今の環境でもやれるセンターバックなんで、本当に富安とかマルディーニとかね、あのビッグタイムとかエピックとかの強力なセンターバックいなければ現役の中では結構最強クラスなセンターバックになってくるんで、まあ、普通に当たりなのかなって感じはしますね。ワンタッチパスなくなったの痛いけどね。はい、ホーデンですね。でホーデンに関しても、シーズンの中だと一番今回育つんですよ。だいたい22とか23で来てたんですけど、今回が26ということで、まあ、シーズンの中だとぶっちぎり多分このホーデンが、強いのかなっていう感じはしますけど、ただホーデンっていうと、やっぱ習慣のホーデンが結構優秀で、習慣とかになるとワンタッチシュートとかね、あとピンポイントクロスとかなんか全部詰め込んだみたいな、うん、スキルがハイパー優秀なホーデンが来てるんで、まあ、どうしてもちょっと習慣 MV と比べちゃうと、まあ、このホーデンっていうのも、まあ、能力も、まあ、ちょっと若干やっぱ習慣より負けちゃうってところあるんで、まあ、シーズンの中とかだったら強いんだけど、習慣と比べちゃうと見劣るかなっていう。あとはまあスキル追加でね、ワンタッチシュートとかピンポイントクロス好きでいいじゃんっていう話なんですけど、まあ、ワンタッチシュートピンポイントクロスをね、まあ、そんなめっちゃバコバコ落ちないから、スキル追加やっぱ結構希少なアイテムだと思うんで、やっぱエピックビッグタイムとかそういった系にね、やっぱりつけていく。でもやっぱホーデンにねつけるかっていうとちょっと優先順位は下がってくると思うんで、ただまあもしかしたらねえ、それこそ本当に使用感が合うんだったらつけても全然あります、うん、つけてもいいのかなっていう、はい、まあ習慣がねワンタッチシュート持ってるあのやつが本当に強いから、強いんですよね、めっちゃ。だまあ本当にねワンタッチシュートつけて損はないから、うん、もう強いっていうのは分かってるわけだから、はい、持ってない人とかは、まあ、全然つけてもおすすめなのかなって感じしますね、はいはい、ということで第2位はこちらジャマル・ムシアラですね。でムシアラに関しては、まあ、アプティゴ以降かなり強化はされているんで、やっぱり今までのムシアラと比べてもかなり、まあ、強かな CS の中とかだと。で直近に来たバイルンの、ムシアラと比べてもですね、初期値結構勝ってたんで、まあ、普通にこのムシアラは結構 CS とかの中だとかなり強いかなと。ただ圧倒的上位互換がいるのが、週刊 FP、 あの2列目からのところで週刊 FP が、まあ、能力バグできてるんで、うん、あれだけなんかちょっとズバ抜けて強いけど、だあの次ぐらいに強いと思うんで、まあ、このムシアラに関してもかなり当たりかな、まあ、今の環境でも十分強いですね。ワンパーワンシュー持って、ダブルタッチ持って、しっかり根幹持って、スーパーサブということ。本当にね、これにね、スルーパスとか、まあ、アウトスピンキックとかもつけていいんじゃないかってぐらい、まあ、能力優秀ですし、週刊 FP は確かに能力クソ優秀ですけど、ただやっぱりスキル追加でできないから、なんかね、ムシアラがめちゃめちゃ使用感よくいいんだったら、全然こっからね、スキルカスタマイズしていけば、まあ、能力では勝てないけど、スキルの部分で、スキル構成の部分で、習慣をね、超えることもできると思うんで、まあ、普通に今の環境でもやれる、スーパーサブだと思うんで、第2位なのかなって感じがしますね。ピンポイントクロスとかね。ありですね。うん、ちょっと欲しいね。
ということで第1位はですね、こちらペドリということで、まあ、このペドリに関してレベル25なんですよね。でペドリっていうと、まあ、無料指名契約のペドリが一番強くはなるんですけど、ただあのスペインパックのねレベルの23レベルのペドリとか、あとはこの間来た優勝記念のペドリよりは今回のペドリかなり強くなってるかなってた感じでね、まあ、ペドリもねやっぱり今のね環境というよりか e フットボールでやっぱりかなり強い選手になっていて、まあ、結構本当に使われてる選手なんですよね、うん、俺が好きなのは週刊 FP のまあワンタッチシュート持ってるペドリが好きなんですけど、ワンタッチシュートつけてあげればワンパスルパしっかり持ってダブルタッチ持ってミドル持ってアウトスピンキック持ってピンクロ持ってっていうスキル構成もまあかなり優秀な選手なんで、まあ、持ってない人からすればまあかなり大当たりにはなってくるかなと。多分この育成で結構ね多分言われるのがディフェンスの部分上げれない方がいいんじゃないかとかっていうのもあるんで、まあいろんな育成が多分ペドリでできると思うんで、まあどう育成しても多分ペドリっていうのはね強いとは思うんですけど、まああくまで個人的にね中盤の選手っていうのはね、まあ結構見てもらってる方は分かるかなと思うんですけど、ディフェンスの部分は最近上げてて、あとやっぱり決定力の部分ですね、ここも多分全く振らない人いると思うんですけど、個人的にはいくらワンシューがないといえども、まあ中盤の選手でやっぱり決定力70超えてこないとシュートの場面でシュートをね思い切り振っていくことはやっぱり厳しいと思うんで、まあ今回ね、まあここしっかりやっぱり決定力と、まあディフェンスの部分っていうのは上げてるかな。多分ここ全然上げないで多分もっと足元とかパスとかに振る方もいるとは思うんですけど、まあぶっちゃけこれ以上ね足元の部分とか、まあ、パスの部分とかそこまで上げても、まあ、そこまで恩恵を受けれないかなって感じはするんで、まあ、それだったら今の環境とかだったら守備の AI 強いからディフェンスとか、あとはやっぱり決定力の部分っていうところを上げといたら、まあ、個人的にですけど、まあ、いいかなといった感じで、まあ、こんな感じに育成してるかなといった感じで、あくまでちょっと現環境の育成の仕方というかね、だからまあディフェンスセンスをまあここまで上げるっていう感じですね、はい、といった感じで、まあ、今回のねこの若手有能ガチャ、まあ、ヤングスターはですね結構やっぱりあの当たりな選手が多い。ただ、まあ、同時にですね被りの選手がやっぱ多いんですよ、ものすごく。だからまあ持ってる人とかからすれば結構外れになっちゃうし、まあ、かなり課金してる方とかだったらもう持ってると思うんで、まあ、もういいかなって感じはすると思うんですけど、始めたての人を応援って感じだね。めちゃくちゃいいんで、始めたての人とかは結構ガツガツ狙ってって、本当に今の即戦力ですぐガチ使い使うことができる選手たちなんで、まあ一つね参考程度にしていただければなというふうに思います。この動画が良かったら参考になったよって方はですね、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけると嬉しいです。どうしよう、さらっぽー。